さあということで、本日もプリティ PUBG やっていきたいと思います、はい、ということで早速今日の出場者ですね、ここはもう自ら自己紹介をしていただきたいと思います。さあまずは、はい、乃木坂歴代メンバーの中で最も可愛い私堀美よくぞおっしゃっていただきましたありがとうございます、はい、すいません。はい、そして坂道グループの中で最も可愛い私松田好花ありがとうございます。いやもうこれやばいですよ。何ですか、何ですか、2人とも、はい、乃木坂も坂道グループなので、はい、そうです、はい、だから堀ちゃんを超えてさらにっていうことでよろしいですね。バチバチですね。これは怖いです、こんなこと言うのすでに。可愛い、でも可愛いです。いやでも2人がそうやって言うのも全然過言ではございませんので、はい、そう思ってますから僕も。はい、ということで、はい、もうそんな可愛いお二人、さして、あ、ごめんなさい、もう一方いましたね。失礼しました、お願いします。この後リアルのお願いします。キー局アナウンサーの中で最も可愛い私森かすみのおーおしんどい、ね、これはあのカンペとか一切用意してませんので。いやいやいや、それ言っちゃうと結構、はいはい、言っちゃうと結構問題になっちゃう。問題になりますか、はい、すいません、はい、ごめんなさい、こちらで全て用意させていただきました、はい、まあゲームの勝敗も大事なんですけども、はい、いかにプリティであるかと、こういうことを大きそうやっていただけたらなと思います。なるほど。まあ、プレイ中にこう可愛いこうリアクションをしながらプレイしたりとか、はい、私も正反対の人なんですよそうだよね、堀ちゃんもゲーム中結構暴言吐きまくってるので、そんなタイプじゃなかったですもんね、もともとね。可愛いとはかけ離れてるんですよね。ですよね、まあ、だからもしかするとそれだとポイントが取れないかもしれない。やばい、勝ったとしてもね、仮に、うん、自分を押し殺して、はい、だって、はい、可愛いを出していただけたらなと。もうあの本当、まあ、ぶっちゃけこんなこと言いたくないですけど、もうゲームの勝敗どうでもいいです嘘、はい、ゲームの番組ですよね。ゲームの番組なんですけども、いい、はい、もうあの可愛い戦いシーンが見れれば良いので。 あっといいですよ、松田選手すでに藤森の話を聞いている時の仕草が可愛い可愛いですね、このかちゃん。これやる人あんま見ないですよポイント入りましたよ今。おじさんの声聞こえてるかな、大丈夫、うん、ちょっとだけ聞こえなかった。ごめんね。じゃあ大きい声で言うからね。うん。ごめんね。うん。はい。どんどんひいきしていくからね。可愛い子がね。さあそれでは早速。あ、失礼しました。ヤマトさんを解説の方でお願いします。するんですか解説。はい。あ、いや。あのどこが可愛かったかってポイントをね。あ、僕がですか。はい、ありがとうございます。PUBG の解説はまあまあそこそこでいいです。そこそこでいい。はい、どこが可愛い顔。なかなか慣れてないですよね、そういう感じで。それでは早速いきましょう。さあ1回戦は堀美央奈ちゃん VS 松田好花ちゃんです。はい、はい、お願いします。お願いします。さあこれは注目の一戦ですね。まずはフィールドで今ね待機中ですけど、どうですか、はい、地図が大きくてわからない。わからないねこれ難しいね。もう初めてで、もう本当に全然わかんないんですよ。あ、教えてあげたい、これはありがとうございます。一から全部教えてもらっていいですか。もちろんでございます。手取り足取り全て教えさせていただきます。さあ、飛行機に乗ってまずは落下地点まで皆さん向かってください。よし、頑張るぞ。木がいっぱい。何？木がいっぱい。木がいっぱいあるね。木がいっぱいある。自然好きだね。わあ、いっぱいグッズ取れた。グッズ取れました。グッズ、あ、武器をね、ここグッズというのポイント高いですよ。さあどうだ、かわいい PUBG、 かわいいですね今日は。お花見つけ。お花を見つけた。お花あったよ。まさかこの PUBG やってる中でお花に注目したこと一回もないですもんね。そうですね、我々お花高すぎます。お花畑、幸せはこんなとこに眠ってるんだってことを教えてくれます、はい。あれ今お花で寝てんのがこのかちゃんかな。はい、お花で今お昼寝してます。お昼寝してます。これはなかなかの。さあ堀さんが今これもうただしっかりとねグッズと言いながらもう武器2丁今持ってますからね。グッズいっぱい取れた。グッズいっぱい取れた。ペンライトではないですね、これ小銃を持ってますね堀さんがものすごい勢いで走って追いかけてさあ、このかちゃん大丈夫？このかちゃんもグッズ集めてる？ちゃんと。あ、冷蔵庫。冷蔵庫あったね。冷蔵庫見てるうちに撃っちゃおうか。怖いですね、これ。あ、ブーブー。
ブーブー車ではなくこれをブーブー、これポイント高いですね。ブーブーのとこにいるの、どこだ。あっと今森さんが今クールな声でブーブーのとこにいるのっていう、ね、あっあっとどこどこ、さあ、あっと撃ってるぞ、あっと怖い。さあ今建物内、大きい音苦手。大きい音が苦手だ、うるさいね。さあ堀さんもどうですか、相手は全然いないな。うん堀さんちょっと今ゲームに集中してます。堀さんさあ、おっとおっとな、撃ってるぞ、どっちかが。ほのかちゃんか今。あー、いたー、みーけ、ポンポンポン。あ、怖い。かわいい、忘れないで。ちょっと怖い、ちょっと怖い、怖い。アイドルが道を挟んで打ち合ってる。怖いよ、回復ない。ちょっと堀ちゃん、堀ちゃんが勝ちました。うわー、これはいい試合でした。はい、すいません、途中めっちゃ集中しちゃいました。途中、はい、あの一瞬だけ、あ、車のとこいるのねって言ってました。さあ、見事ゲームに勝ったのは、あ、堀さん、はい、ということなんですが、ちょっとここはね、実況解説のヤマトンさんに。プリティで言うと、そうですね、堀さん結構急に冷静なトーンになって、はいはいはい、あのなんていうんでしょう、プリティーさが全くなくなった瞬間に相手を打ち抜いてましたね。ギャップありましたね、確かにね。ギャップがあるからこそ可愛さが引き立つんですよ。なるほど。なので、はい、堀さんの勝利だと思います。なるほど、プリティーの堀ちゃんの勝利でございます。はい、ということで、残念ながらプリティー負けてしまったのは松田このか。さあ、じゃあこのかちゃんにはもっとプリティーを身につけていただこうということで、カメラに向かってプリティーな可愛い一言お願いいたします。プルプルパンチ。ゆるい、ゆるいな、可愛い、可愛いです、ありがとうございます。これも一部の本当に大人たちが毎週やれと言ってますから、はい、すみません。